ダリン・コートランド・ラフはアメリカ合衆国ネブラスカ州オマハ出身のプロ野球選手 MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属ウト右ミギウチ2009年の MLB ドラフト20巡目でフィラデルフィア・フィリーズから指名されプロ入り2012年は AQ レディング・フィリーズで8月に20本塁打するなどマイナー最多の38本塁打を放ち ライアン・ハワードのマイナー球団記録を塗り替えた。9月14日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビューを果たした。この年は12試合の出場ながら打率33。333.1試合にホーマーを含む3本塁打、オプス1.079という成績を残し、高いラボを見せた。2013年は出場機会を激増させ、73試合でプレーした。打撃では、 打率が大幅に低下し、出場試合数を超える三振を喫したが、8月に1、1ヶ月で9ホーマーを放つなど、計14本塁打を放ち、パワー面のスタッツでは好成績を維持した。守備面では一塁手、左翼手、右翼手の3ポジションを守ったが、DRS は3ポジションすべてでマイナスだった。2014年3月27日に借金を痛め、15日間の 故障者リスト入りした。この年は52試合の出場に止まり、打率とオープスはいずれも低下して、壁に突き当たったシーズンとなった。2015年は一塁種及び左翼種の控えとして、自己最多の106試合に出場。打率は2年連続で、235だったが、いずれも2シーズンぶりの2桁となる12二塁打と12、本塁打を放った。また、メジャー初盗塁も記録した。 守備では一塁手がメインで66試合で3失策、守備率993、DRS-4 という成績を残した。左翼手の22試合では DRS-1 ながら無失策と無難にこなした。2016年は43試合に出場して打率205、3本塁打、9打点の成績を残した。 2016年11月11日にハウィー・ケンドリックとのトレードでダーネルス・スウィーニーと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍したが2017年2月17日にドジャースから自由契約及び韓国プロ野球のサムスン・ライオンズへの移籍が発表された。久保での登録名はロフ。同年は124打点を記録し韓国プロ野球の最多打点の個人タイトルを受賞した。 2018年、サムスンでチーム最多の33本類が125打点を記録した。2019年までサムスンと契約していた。サンフランシスコジャイアンツ時代2020年はサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。圧倒的なパワーが持ち味であり、かつて日本でもプレジ。し、 フィリーズの監督を務めたこともあるチャーリー・マニュエルは、そのパワーをボブ・ホーナーのようと表現した。マイナーリーグでは、300前後の打率をマークしたこともあるが、アッパースイングであるため、メジャーリーグでは低打率で三振も多かった。本職は一塁一種であるが、フィリーズでは、主砲ライアン・ハワードが在籍する事情もあって、外野守備につく機会もあった。しかし、一塁も含めて守備力は、 低いとされる。2017年から所属するサムスンでは一類種として起用される。ありがとうございます。